クールビ代表の水野です。今回のテーマはこちらです。ショートボブ向けのヘアアレンジ6選を解説していきます。以前にも似たようなヘアアレンジを解説したんですけど、今回はより具体的に細かなポイントまで解説していきます。あとこのウィッグでしていくんですけど、このウィッグより少し短くても長くても応用可能です。あと髪の明るさですね。明るさも明るめの使ってるんですけど、束感が分かりやすいように明るめを使ってるだけで黒髪の方もできますので、ぜひ試してみてください。それでは解説していきます。まずヘアアレンジ前の下準備なんですけど、このような粗めのブラシですね。でしっかり根元から全体を溶きます。で溶いてから、このままでも可愛くはなるんですけど、もし可能でしたらこのような感じで軽くセクション分けしまして、全部外跳ね巻きですね。をすると毛先が絡みやすくなったりとか、ハーフアップですと下に残る髪ですねが華やかになってヘアアレンジのクオリティが上がりますので、可能でしたらこれぐらいな感じでもざっくりで構いませんので、全体を外跳ね巻きしておくと可愛くなります。これは 26.5mm のコテなんで、これぐらいの長さのショートやボブでしたらこれぐらいのサイズがおすすめです。まず一つ目はカジュアルなハーフアップいきます。遅れ毛を残しまして、この耳後ろから前と後ろに分けます。でこの前の髪ですね、耳後ろから前の髪の3分の2ぐらいですかね、をジグザグに大体尿で取ります。これぐらいですね。でこの上の3分の2の髪ですねを斜め後ろに少しこんな感じでねじります。ねじって逆側も同じことをして真ん中でくるりんぱします。このアレンジシンプルなんですけど、ポイントがありまして、角度を必ず下げてください。上がるとウエイトっていうのバランスが上がって鉢が張ったりしますので、必ずこのくるりんぱの位置は下げてください。でショートですと短い髪が絡みやすいので、このようなクリップを使って下の髪を留めておくとやりやすいです。それではくるりんぱしていきます。でこのウィッグよりもう少し短い方はどうしても短い髪が出てくると思うんですけど、それも後からくるりんぱスティックで入れたりとか、もう下にこのこっちの髪ですねに分けても大丈夫ですので、あまり気にせずに頑張ってみてください。でこの穴ですね、穴も最小限にしてください。普通のくるりんぱだとこれを広げてくるりんぱするんですけど、もうそのままで大丈夫です。そのままくるりんぱしまして、ぐっと毛束を角度を下げたまま引き上げます。これでほぐしていきます。でほぐしもここのゴムのところですね、しっかり持ちます。で髪が短いのでほぐした時に全てほどけやすいので慎重にほぐします。慎重にほぐしながら、でほぐしはいつも通りほぐすところとほぐさないところですね。ここをほぐすと次は間隔を上げてほぐさないところを作ります。で顔周りも同じくゴムのところを支えながらほぐしていきます。で顔周りもこのようにほぐさないところを作ることで立体的になります。ヘアアクセはヘアカフをつけます。このヘアカフは裏の金具をゴムに差し込むだけなので簡単に可愛くなります。こうですね、もうこのままでも十分可愛いんですけど、どうしてもゴム隠しですね、毛束を引き出してゴム隠しするのが難しいので、このようなカフですね、ゴムに差し込むだけでいいヘアアクセを持っておくと便利です。これで、お好みに応じてこの表面の髪ですねを引き出したりするとさらにラフな感じになります。でこの表面のところはしっかり止まっていませんので、もしこれぐらいのボリュームある感じが好きな方はこのままスプレーですねなどで固めてください。はい、完成したので一周回ります。ぐるっと回って正面逆サイドですね。このポイントは、一番のポイントは動画の中でお伝えした通り、このくるりんぱの角度ですね、ここさえ注意したら簡単ですので必ず下げてください。で髪の毛短い方は
ここら辺ですね、がポロッと落ちてしまうんですね。落ちてしまうんですけど、もし短い毛束を起こしたらもう遅れ毛にしてしまったりとか、下の髪にしてしまってもいいので、あまり細かく考えずに作ってみてください。次は可愛いであったりとか清楚系のハーフアップします。遅れ毛をお好みで残しまして、分けるとこは先ほどと一緒ですね。耳後ろから前後で分けます。そしてこの前の髪ですね、これを編み込みしていきます。こういう感じですね。最初に3つ編みして、徐々に毛束を入れていく感じですね。まあ、どうしても編み込みができないっていう方は毛先のみ三つ編みでも大丈夫です。でこの時ポイントが、少し斜め後ろに向かってこういう感じで編んでください。真横に真下にしてしまうと横が膨らんでしまったりとか馴染みが悪いので、必ず斜め後ろ、こういう風な感じでまとめていきますので、斜め後ろに向かって編んでください。こういう感じですね。で編み込みが終わりましたら、この余った紙ですねを三つ編みします。三つ編みして、でここまでできましたら少しルーズにほぐしていきます。ほぐしは徐々に力を弱めながら、毛束を外側に行くに従って細くしていくイメージです。でこの編み込みのところはこの編み目ですね、もうほぐすと可愛いです。である程度ほぐしましたら、逆側も同じことをします。でこの時にゴムで一回止めてもいいんですけど、めんどくさい場合はこのようなクリップですね、で後ろの髪と一緒に止めておいてください。それでは逆側をしていきます。左右が完成しましたらゴムで止めて完成です。少し短い場合は頑張って止めてみてください。今回は三つ編みを使っているので清楚系ですので、リボンのバレッタを使いました。でまあ最終調整でこうほぐしですね、ほぐしをしたりとか、どうしてもここに隙間が空いてしまうケースが多いので、この編み込みのところですねを後ろに向かってほぐしたりとか、ここの部分ですね、後ろの下ろしているところを少し前に引き出してスプレーするとか、そういった感じで隙間を隠すとよりクオリティが上がると思います。で後頭部のところは先ほどと一緒ですね、少し高さを出すとより華やかになると思います。それでは完成しましたので、一周ぐるっと回ります。横正面ですね、で逆サイドになります。でこれもポイントは斜め後ろに向かって編み込むことですね。真横に編んだりとかすると、ここに隙間が空きやすくなって、角度が上がると鉢が張りやすくなりますので、しっかり編み込みも三つ編みも斜め後ろに向かってするようにしてください。次は一番大人っぽいフォーマルなハーフアップをします。まずこの表面の髪ですね、表面の髪を丸く取ります。このような感じですね、まっすぐ、先ほどはまっすぐ前と後ろなんですけど、今回は丸く取ります。でこれをくるりんぱしていきます。でくるりんぱの時をもこのこういった感じで必ず下の髪を留めてください。こうすることでやりやすくなりますね。でこれでゴムでくるりんぱするんですけど、頭の形がいい方はこのままくるりんぱしなくてゴムで留めただけでも大丈夫です。まあ、少し絶壁であったりとか、こう立体感を出したい方はここをくるりんぱすることで凹凸が出ますので、立体的になりますのでおすすめです。でくるりんぱも穴を最小限にして行ってください。で引き上げます。で髪が多い方はこの鉢が張ってしまったり膨らんだりしますので、ゴムのところを持って毛先を引っ張ると補正できます。こんな感じですね、順番に引っ張っていくだけで補正できます。でこの作業をしてからほぐすと立体的になります。シルエットが大きいままほぐすと余計に大きくなりますので注意してください。これでじゃあほぐしていきます。
ほぐしはもう先ほどと同じですね。端に行くに従って力を抜いたりとか、ほぐさないところを作るようにして立体的にしてください。で、後頭部は一番ボリュームを出すようにしてください。で、真ん中割れですね。このクルリンパの時によくするこの真ん中割れなんですけど、これは簡単に合わせます。これは内側の髪を真ん中に向かってグッとほぐします。こんな感じ。そうすると治ります。片側だけでも大丈夫ですけど、心配な方は両側から左右の髪を真ん中に向かってほぐすだけで簡単に隠れます。続きまして、この耳後ろから前の髪ですね。遅れ毛を残しまして、耳後ろから前の髪。今回は全部後ろにまとめます。一番最初のヘアアレンジはこれぐらい残してたんですけど、3分の1ぐらい残してました。まあ、こうすることでカジュアル感とかラフ感は出るんですけど、今回は大人っぽいフォーマルなハーフアップを狙っていますので、もう顔周りの髪は全部まとめてしまいます。遅れ毛以外全部まとめます。補足をすると遅れ毛もすべてまとめるとよりフォーマルになるんですけど、まあ、骨格補正であったりとかありますので、遅れ毛はこれぐらい残してもフォーマル感は十分出ます。で、この前の髪を斜め後ろに軽くねじりながら後ろでクルリンパします。左右の髪をクルリンパしていきます。で、この時も同じで短い髪がもし出ましたら下になじませたりとか後から入れ込めますので、あまり気にしないでください。で、これでクルリンパします。で、髪が短いのでこれも穴は最小限にしてクルリンパします。で、引き上げます。で、まあ角度を斜め後ろにすることによってこのように隙間があまりないので、ほぐすときも簡単になります。これでルーズにほぐします。顔周りもほぐすところとほぐさないところを作って立体的にします。これぐらいですね。で、あまりここもラフ感欲しいときは耳半分ぐらい隠すぐらい下に引っ張るんですけど、フォーマル感が欲しいときはあまりほぐしすぎないように注意してください。ね、後頭部にしっかりボリュームを出すことと、顔周りはある程度しっかりまとめてほぐしすぎないようにするのがフォーマル感の出るポイントです。で、このように取れてしまった場合ですね。この場合は、このアレンジスティックを使って簡単に直せます。まず、これを後ろにまとめたい方向の方向にイメージします。こういう感じですね。で、アレンジスティックを刺しまして、これを通します。軽くねじりながら通すことでしっかりとまります。で、この後ろの髪にシュッとなじませます。こうすることでしっかりなじみます。もし不安な方は、ここをスプレーなどして止めてください。ヘアアクセは、このパール系を使います。フォーマル感が強いアレンジを狙うときは、パールアクセが一番最適だと思います。では、完成したので一周ぐるっと回ります。遅れ毛は顔周り伸びですね。な感じになります。このアレンジ、まあフォーマル感を出したいので、フォーマル感が出るポイントを押さえておくといろんなアレンジに応用が効くと思います。後頭部はこれぐらいですね。横から見た時にボリュームを出す。で、顔周りは遅れ毛を最小限にして全てまとめるってことですね。で、4つ目はポニーテールアレンジをしていきます。この続きからで OK です。これで、この続きから、馴染むところですね。横から見て、このように横から見て、馴染むところ。馴染むように、毛束を持っていきます。毛束を持っていきまして、これでゴムで留めます。で、この短いところの遅れ毛ですね。ここら辺とかもところどころ落としても可愛いです。逆に短い方で落ちてしまっても可愛いです。で、このままでも十分可愛いんですけど、ヘアアクセとかですね、少し大きめのヘアアクセなどをつけても可愛いです。で、ここの横のほぐしの隙間ですね、を
隠すように少しここも毛束を引き出してください。ヘアアクセ、今回このパールアクセを使います。こういったパールのゴムアクセですね、これ非常に使いやすいです。カフと違って一部分にアクセがあるだけじゃなくて、このような感じで360度ありますので、まあ正面から見た時にゴム隠れるけど横から見た時に隠れない、そういったお悩みがありますので、こういったアクセを持っておくと便利になります。最後に遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛もポニーテールですので、あまり巻きすぎると逆に違和感がありますので、まあ、これぐらいな感じですね。最初にした外羽ぐらいな感じを意識して巻くと可愛くなります。外羽は角度を下げてください。角度を下げますので首などの火傷には十分注意してください。では完成しましたので一周ぐるっと回ります。ですね、遅れ毛は後ろの外羽などは、の遅れ毛などはお好みに応じて減らしていただいても大丈夫です。でもしこのポニーテールにするときどうしても1回じゃまとまりにくい方は、1回できるところまでゴムで留めて、ネープのところをピンで留めるなり、もう1回ゴムを使ってまとめるなり、いろいろ応用してみてください。で次はアップアレンジをします。続きからで OK です。でこのゴムで留めたところを逆リンパっていう技法を使います。で穴を広げまして、普通のクルリンパは上からなんですけど、逆リンパは下から通します。下から通します。で髪の毛短いと思いますので、これも穴は最小限にしてください。逆リンパのいいところはボリュームが出たりとか、髪の毛が全部まとまることですね。こんな感じで全部きれいにアップアレンジになります。でこれもギュッと毛束を真ん中で割ってグッとすることで、このようにきれいにまとまります。これでこのままでもいいんですけど、このゴムのところをほぐしたりとか、あとは一番いいのは大きいこうバレッタとかですね、でここに留めるともうそのままほぐさなくても大丈夫ですので、おすすめです。ヘアアクセはこのクリップタイプの大きいのを使います。これぐらいの大きさですねがあると、このゴムのところが隠れたりしますので、おすすめです。広げまして、クリップタイプはしっかり奥まで髪をかませてつけると外れにくいと思います。こうですね。あともし隙間とかありましたらゴムを隠したりとか、違和感があるところを鏡や写真などで確認しながらほぐして完成です。今回アップアレンジでかなりフォーマル感強くなりますので、遅れ毛も少しだけ巻き足しておくと、より全体のクオリティが上がると思います。それでは完成しましたので一周ぐるっと回ります。少し遅れ毛もアップアレンジに合わせて強く巻いております。このアレンジのポイントはこの逆リンパですね。逆リンパがどうしても難しいので、これぐらい長さがある方は一つに結んでポニーテールからの逆リンパでいいんですけど、もしどうしても短い方は2つとか3つに分けて逆リンパを2つ3つして大きめのバレッタでゴムのところを隠すっていう方法が一番いいと思います。最後はちょっとしたプチアレンジですねをしていきます。遅れ毛を残しまして、この耳後ろから前後に分けます。でこの髪を角度を下げて、この低めでこの耳の後ろぐらいを狙ってクルリンパします。これ両側するとハーフアップにもできますし、いつも耳をかける方ですねにして、片側だけしても可愛いです。片側だけするとアシメトリーになって少し大人っぽさも出て、両側するとシンメトリーになるので少し可愛い系のハーフアップになります。こうですね。で引き上げます。でこれのいいところはクルリンパで毛束が下に行きますので、こういった感じで自然に耳にかかります。ですのでこの後ろの髪をこのような感じで巻いたりとかして隠れますので、ゴム隠しも
いりません。ゴム隠しもピンもいりません。これでルーズにほぐします。でこの真ん中割れのところは一緒ですね。内側をほぐすことによって綺麗に隠れます。それでは完成したので一周ぐるっと回ります。今回は両方しました。両方して、まあハーフアップ風ですねしました。これはお子様のキッズアレンジなどにもすごい可愛くておすすめですので、ぜひ試してみてください。で、まあ、このようにシンプルなヘアアレンジですので、綺麗に巻いたり外羽などに巻いたりするとよりクオリティが上がって綺麗に見えますので、ぜひ試してみてください。今回以上になります。ショートボブでもこれぐらいいろんなバリエーションがありますので、ぜひ試してみてください。あとはこの遅れ毛の量であったりとか、顔周りをどれぐらい残すかによってイメージや女性像も変化できますので、ご自分の理想のイメージなどに合わせてヘアアレンジを選んでみてください。今回もありがとうございました。